新言、荘室派は、日本における、新言系仏教宗派の一つで、古義新言宗に属する。宗本山は、忍那寺。新言、荘室派の歴史は、忍那寺の階層に始まる。新言宗の地蔵の流派、広沢流の本拠として発展し、忍那寺門跡に二世、正神入道神能が就任されて以降、江戸時代末期まで門跡には、 法神老を迎えた。1167年後正確性入道神老が綱書の印字を可視され、日本総法務に任ぜられると、書集拡散を支配し、日本仏教会に君臨した。達中寺院、寺院が64を数えた時期もあった。なお門所は桜に引き漁である。中世に入ると、 応仁の乱の戦火で、仁羅寺が全焼したことが原因で衰退した。戦国期以降は、足利市、小田市、豊臣市が復興に努めたが、本格的な再興には至らなかった。江戸時代に入り、江戸幕府による資金援助があり、現在地に同等の再建がなり、再興を果たした。明治政府の宗教政策により、他の新聞宗集派と1879年に、 行動する。直命により、三十世純人法神老が現属し、解消した正末宮秋人神老が、千八百八十三年に、忍那会を組織し、忍那寺の復興に尽力。三十一世以降は門跡に皇族を迎えることは、なくなった。千九百年九月、忍那寺を本山とする神盆、宗室派として独立する。1926年には、 新言衆大覚寺派と合同して今後法事を総本山とする古儀新言衆を組織する。1941年3月、古儀新言衆、新儀新言衆系の宗派が政府の政策によって合同し、大新言衆が成立する。が、戦後独立し、1946年、再び新言、総無派として発足した。 ウッた天皇、クーリ、今後覚悟因母室、昇進入道新郎中、オ室、里子行方新郎高野オ室、里子方法新郎資金大事、オ室、里子性入道新郎期待ん、オムロ、主角方針脳後、高野オ室、ロ、同方法新郎光大員、オ室、道助入道新郎混合定員、オ室、道同新方針脳階伝事号、法助事号後中、オ室、 聖女方針の高尾御室、聖人方針の尊称院小室、新生方針の常湯外院、小室、完成方針の前外院、小室、奉仕方針の後常湯外院、小室、永女方針の奉根合院、小室、小道方針の後光大院、小室、方針方針の後前外院、小室、里指導方針の厳島御室、忍女方針の後、南小室。 佐藤市新方神脳法遺語室、商法方神脳後混合定員、尾室、里佐藤市官方新脳、五光明寿員、尾室、守る女方新脳宝総合院、員、おむろ、自陣法神三馬屋神員、尾室、従う人志方新脳混合神員、尾室、里佐藤人志方神脳後期待、おむろ、新人方新脳フェミ尾ン、おむろ、聖人志法神脳両言定員、尾室、 純人方針の、ヘレゼーテ平成照道霊税ホマレ別、諸演,演者君賞泉里氏とおとき流、浦上隆雄、を、石戸めぐみも岡本事故花増とも勝森大園、同じ修立部、追友小林隆人松村幸と吉田博信堀、里佐藩半佐藤よろしみの宮産道立部誘導、瀬川大秀子疑心言衆の競技に準じる。ありがとうございます。